んなのあんたら。こっちはライラが捕まるか捕まらないかで展開の趨勢が変わるんだよ。邪魔すな。そういうわけにはいきません。千穂ちゃん、何がどうなってんだ。人間の少女に憑依したのか傀儡の術を使ったか知らんが、俺の前に現れたのが年貢の納め時だ。展開に年貢はあるのか。あ、力が、はあ、降参、僕らの負け。おとなしく引き上げるよ。ガーブさん、立場的には展開を裏切るわけにはいかないんだけどさ、ヤバそうな戦いからは身を引きたいわけよ。あとさ、君たちはこの地球の人々を見て古い世界が変わるのを僕もちょっと見てみたくなった。君もそうなんだろ。ま、どっちでもいいや。それじゃね。バカにしやがって。ねえ、お母さん。お母さんなの。ごめんなさい、魔王さんと芦屋さんの魔力を集めるのに世界のエネルギーバランスを崩してしまったらしいです。らしい。 お母さんと話しているのね。千穂ちゃん、少しでいいから私も。あ、すみません、本当にもう時間がないみたいで。あ、はい、わかりました。千穂ちゃん、ごめんなさい。明日天気になーれ。終わったみたいだね。おい、ちーちゃん。寝てら。